えー、今日なんですけどもね <laughs> もうね本当は本当はこういう動画はあんまり出したくなかったというのが本音なんですけどもあのー、何かと何についてお話しするかというともう僕のね挨拶ですよ冒頭の、まあ、今もしましたけども動画始まった時に最初第一声でボンっていうそのね挨拶についての動画をちょっと出したいなと出さないと。 これなぜかというとねこれなぜかというとまあなんか最近こう見てくださった方とかも多くなってきてありがたいんですけどまあやっぱりなんかねそのある動画出してんだけどその動画のねコメント欄がなんかね最近この僕が挨拶で何を言ってるかをこう,こう考察するとかなんか推理するみたいなそういうミーティングみたいなものが始まっていてだからね 僕の望むところではないです。それ正直 <laughs> 動画見てほしいから <laughs>。動画の内容について話してくれって言うならわかるんだけど、そうじゃない、なんか本筋から違うところでね。だからまあ、わ、わかりますよ。それが。まあ僕が何言ってるかちょっと気になるんでしょうから。まあなんか何を言ってるんだろう、こいつは。いや、こうじゃないか。いや、こうだ。ああだ、こうだ。みたいな。で、それはちょっとね、あの、望むところではないなというふうに思ったので、まあ本当と、生かし、致かし方なく、まあ一本ね。 まあ、こんな、もん本人に動画出させんなよって、まあ、俺にはいけないんだけど <laughs>、思うんだけど、まあまあまあ、ちょっと一本ね、あの、どういったようなことを言っていてっていう話と、じゃあどういうような経緯でね、今のところにたどり着いたのかと、なんかそこの話も含めね、ちょっと、動画にしておこうかなというふうに思っております。そういった内容の動画でございます。で、あの、まあ結論から言うと、 僕はじゃあ何を言ってるかですよね挨拶の本当にこの答え合わせからしようかなというふうに思うんですけどこれ何を言ってるかというと「えー、どうもこんにちはりょうです」って言ってるんです「どうもこんにちはりょうです」って言ってるんですよね実はの話実はねそうまあ本当はねこれもこう皆さんに繰り返し聞くうちにこう耳を鍛えて聞き取ってほしかったリスニング能力を高めてほしかったというふうに思うんですけどまあ仕方ないまあそう言ってるんです で、これがね、じゃあ、どのような経緯でここまで来たかというと、僕がね、動画最初始めた頃、始めたところは、正直言ってね、僕、挨拶決めてなかったんですよ、特に。これでいこうと。まあ、よくあるじゃないですかね、みんな、皆さん、YouTuber の方って、最初の挨拶って、はなんか、キャッチーなもの持ってきたりすると思うんですけど、僕はね、特に決めてなく、今まま始めて、だから最初の頃は、なんか、あんまね、 固定しなかったんです定まってなくて、まあ、な,んかあなんかぬるっと始まってみたいな,なんかまあ挨拶「あこんにちはりょう松本です」とかあ「どうも」とか,なん,かなんかそういう感じでね確か最初始まってたんですよね。でところがまあちょっとじ事情が変わってきたのがえー、っとですねいつくらいかはちょっと覚えてないですけど、あのー、次に現れたの挨拶が「えー、毎度皆さんこんにちはりょう松本です」みたいな。 皆さんこんばんはリオ松本ですみたいな,なんかねこうもしかしたら知ってらっしゃる方もいるかもしれませんがそういう挨拶が次僕の中でちょっとこうトレンドとしてねなあの流れてきたんですよでこれ何かというとね これも実はルーツがあって、実はルーツがあって、ええ、あの、皆さん、秋坊さんっていうね、YouTuber の方ご存知ですかね。秋坊さんっていう方がいらっしゃって、その方はどういう活動されてる方かと申しますと、あの、まあ、ケニチさんみたいにね、まあちょっと飲み動画ですよ。まあ居酒屋とかなんか行って、まあ酒飲んで、まあ居酒屋メニューなんか飯食って、なんかまあそれをね、こうレビューするみたいな。 ほいでねほいでねっつってこうほいでビールとか言って,言ってるおじさんがいてで僕その当時ちょっと一時期その秋坊さんっていうものをちょっとハマってよく見てたんですねでその方の挨拶が「えー、前戸皆さんこんばんは、えー、秋坊こと秋広でーす」とかいう挨拶なんですよこれ見てください本当にそう言ってますから。あー 前の皆さんこんばんばはーことーでーすと、ね、この挨拶がね、なんかちょっとハマってしまって、よっしじゃあ俺はこれをちょっとこうね、盗んできて自分のもなんか、もうその時は誰が見てるのかなんて気にしなかったからね、そんな再生回数も、ね、3桁いくかわかんないみたいな、クソ底辺 YouTuber だったんで別にいいやろと思ってネタでやってたんです。で、前の皆さんこんにちは、りょうまつむとですとか言って、ちょっと関西弁の方な関西の方なんで、ね、関西弁のイントネーションで、こう、挨拶してたわけなんですよね。 で、ところが、まあなんか、まあ僕もね、秋っぽいので、うん、秋坊だけに、みたいな。<laughs> まああのー、その秋坊さんもちょっとしばらく見てたんですけど、途中が見なくなってしまったんですよね。うん、途中がなんか見なくなってしまって、それと同時にその僕の挨拶もね、あのー、その、前の皆さんこんにちはってやつは、ちょっとこう、徐々になくなってしまった。 で、その次くらいに出たのが、だから、あの、どうもこんにちは、リょうまですっていうふうに、のが、まあ、次として言い始めたんですけど、まあ、普通のですよね。どうもこんにちは、リょうまです。で、ちょっと話ずれますけど、話ずれ余談なんだけど、リょうまっていうアカウント名も、僕はね、本当はそのアカウント名でやるつもりじゃなかったんですよ。実はの話。本当は、松本リとでやろうと思ってたんですよ。ストレートに。ところがね、Google のね、あの、アカウントを作るときに、 生命で入れるんだけど、アカウント作られると、なぜかそれ逆になるんですよ。だから僕は松本亮でやろうと思ったから、松本亮で入れたんだけど、それがアカウント作られてチャンネルができたら、これが逆になってね、まあ皆さんも経験あるかもしれないです。皆さんのアカウントもそうかもしれない。なんか英語、外国競技になるんです。亮松本。まあ、いくかと。亮松本行くかと。っていう感じでね、実は亮松本になってるんですけど、まあちょっと話を言って。 なんで、まあ、ああの、どうも、どうもこんにちは、両松本ですっていうような挨拶で、ま、あちょっと、固定化されてですけども、ですけども、ま、あこう、毎回毎回ね、えー、なんかこう、言ってるうちに、やっぱなんかね、崩れてくるんですよね。崩れてくる。やっぱりなんか、なんていうかね、えー、あの、あれだ、あれと一緒ですね。英語の筆記体と一緒でさ、やこう、書いてると徐々にね、なんか、筆記体みたいにこう、崩れてくると。 習字とかもそうでしょ。会所体で最初書いてんだけど、それがこうだんだん行所体みたいになってきて、もう最後はこう、そういうことなんですよ、実は。どうもこんにちは、り松本まとです。と、最初はっきり申し上げてました。ところが、重ねるごとに、どうもこんにちは、り松本です。どうもこんにちは、り松本です。どうも、にちはどうも、どうも、どうも、どうも。で、もう今、今や、もうなんか、僕も客観的に考えてね、初めて僕のチャンネル見た人が、じゃあ最初に何を言ってんのかってた。僕でも今、 分かれないいと思います、はい、今もう何なら日によってもちょっと違うんですよ正直その日のなんか出たとこ勝負みたいな感じでえやってるのであの日によってもちょっと違うんです日によっては割り返しねはっきりドンジースーみたいな感じで言ってる時もあればもう最近ひどい時はドンジースーみたいな <laughs> だからもう正直ドとスさえ合ってればいいみたいな。 そういう感じなんですよ。もうそういう次元です。今のところ。もう、どとさや。どドすーどっすって、割りし声を張ってね、ポンと言えば、なんとなくまあ、それっぽいかな、みたいな。どっすー、どっすみたいな。まあ、その感じですよね。もうだどうもですー、どうもですみたいな聞こえるね。どうもですー、どうもさんみたいな。どうもさん、どうもさんそんな、パーンって挨拶しないと思うんですけど、どうもっすみたいな。でもまあ、 音的に言ったらね、どうもこんにちは、りょうですですから、どともとですは、ちょっと入ってますからね。どうもっす、どうすえます。そういうような形で、実はまあ今のところに至っております。これからどうなるか、これからどうなるかょちょっと正直わかりません。僕も気分なんで。 うん、も,うもっとこれがひどくなって、もう原型をとどめないくらいね、うっ、ん、すみたいな、うス、ん、みたいな、あの、こうもう、空気音だけみたいになる可能性もあれば、まあ、こう先祖返りしてね、えー、どうもこんにちは、龍馬つもです。みたいな、えー、感じでいくかもわかりませんし、まあ、ちょっとそこも含めてですね、なんかまあお、お楽しみいただければなというふうに、えー、思いますので。まあ、そんな感じかな。僕の挨拶も。<laughs> 歴史 <laughs>。はい、そんな感じです。では。また。ではまた。これ、ではまたはね、変わんないよね。これはね、今気づいた。今気づいたんだけど、では、また。これはね、全くもって崩れない。多分ね、動画始めた時からずっと、ではまた、これだよね。多分こ。これも変わってないと思う。これも。では、また。この支えように。では。 みたいな。なんでかなぁ。しまいまド、ドーンチャンス、ドーンって、ドーンチャンスみたいな感じでこ、こう、手、ここの、ね、テニスプレイヤーがこれ、打った時のこれみたいな、ドーンチャンスみたいな感じで最近は言ってますけども。まあ、いいや。終わりましょう。<laughs> ではまた。